僕の人間性に問題や不具合があるならどうすればそれを排除できますか。光一くん、君ロボットじゃないんだから。ブラックワールド。僕の両親は教育熱心で、僕が生まれた時から東大レイナ大学へ入学させることしか考えていない人たちだった。こちらの塾に息子を入れていただけて光栄です。息子はどうしても東大レイナ大学に入れたいので、ぜひお願いします。そうですか。光一くんはどんな大人になりたいかい？東大生になりたいです。じゃあ光一くんは東大を卒業したら何になりたいんだい？東大を卒業したら官僚になるか一流企業に就職して勝ち組になります。光一。そうだ光一、パイロットなりたいって言ってなかったかな。じゃあうちの塾で君が何に興味を持てるか探してみようか。光一くんはどんな遊びが好きなのかな？勉強だけじゃなくて遊んでもいい？塾長先生、この子には勉強だけをさせたいのですが。この塾に入れるために毎日8時間勉強させてきたんです。子供には遊びも必要です。いや、遊びこそが子供の仕事だ。遊んでいて東大へ入れますか？うちは東大へ行くための予備校ではありません。それではうちの息子は入塾を辞退します。どうもうちとは教育方針が合わないようですわ。お待ちください。長年教育に携わってきたからこそわかるんです。重要なのは学歴ではなく人間性です。塾長先生の言っていることを理解するには当時の僕はあまりにも幼すぎた。僕は別のお受験専門の塾で勉強して私立の小学校に合格し、6年間のみっちり中学受験のために勉強漬けの日々を送った。そして晴れて東大附属中学に合格したのだ。田中先生は東大の教育学部だそうだね。家庭教師の経験は？大学に入学してからなので今年で3年目です。東大の附属中学に入ってもエスカレーターで東大に入れるわけじゃないのよね。そうなんですよね。ところで光一くんの趣味は何かな？趣味ですか？強いて言えば勉強ですね。そうか。僕教育実習で光一くんの中学に行くことになるからよろしくね。教育実習生の田中です。よろしくお願いします。ねえねえ、田中先生と知り合いなの？うちの家庭教師だけど。嘘、今度紹介してよ。いいよ。もうよりなってるぞ。ってあれ、この紙俺宛て？何何？さて突然ではございますが、本庄寺さんのモブヤマモブコ氏をご紹介申し上げます。え？同氏は私のクラスメートで風紀委員をしております。以前から先生とお付き合い願いたいとのことでしたので、ここにご紹介申し上げます。光一。光一くん、あんたなんでこんなもの作ったのよ。モブヤマさんが田中先生を紹介しろって言ったから紹介状作ってモブヤマさんの机の中に入れておいたんだけど。そんなことしたら面白がって見るやつがいるに決まってるでしょ。怒るなら紹介状を黒板に貼ったやつに言えよ。僕のどこが悪いんだ。光一くん、光一くん、今日の紹介状のことだけどさ、先生も僕が悪いと思いますか？悪いっていうか、どうしてモブヤマさんに直接手渡さなかったんだい？そこにいなかったからです。あー、これはもうコミュニケーションとか人間性の問題だな。先生、心の声漏れてます。それから人間性の問題って何ですか？重要なのは人間性です。4歳の時塾長先生に言われた言葉を思い出した。それは光一くんが悪いって意味じゃなくてね、僕の人間性に問題や不具合があるならどうすればそれを排除できますか。光一くん、君ロボットじゃないんだから。それクラスの女子にも言われました。あんたモブ子がどんだけ傷ついたかわかんないの？謝ればいいのか？そういうことじゃなくて、どうすればモブ子が傷つかずに済んだかとか考えないわけ？そこまでする義理はない。あなたって出来の悪いロボットみたいだね。出来が悪い？僕が？モブ子、帰ろうぜ。じゃあみんなお先にね。僕の作った紹介状を黒板に貼ってモブヤマさんに恥をかかせたのってモブオだろ？それがさ、モブオのやつモブ子のこと好きだったんだって。それであんないたずらしたらしいよ。ま、雨降って地固まるってやつ。モブヤマさんは尻枯れなんだな。あんたよくも。やめなよ、こんな勉強しかできない人間性のかけらもないやつ相手しても仕方ないじゃん。
話を聞いた限りでは、とりあえず桃山さんの件は一件落着なんだよね。先生、僕には人間性が欠けていますか？ちょっと感情の起伏は乏しいけど、大丈夫。高一くんはいい生徒だよ。高一くんは勤勉で、成績も常にトップだし。それは当然です。僕は東大に入って官僚になるか、一流企業に入って高給取りになるんですから。あのね、高一くん。君の人生なんだから、君のために生きていいんだよ。でも、うちの両親は学歴が全てだと言っています。でも、学歴は全てじゃない。この先、君が本当にやりたいことを見つけたら、それを手放しちゃダメだよ。何でもいいんだ。それこそ遊びだっていい。僕は、遊びこそが子供の仕事だ、という塾長先生の言葉を思い出した。失礼するよ。田中先生、ちょっといいですか？父の顔を見た瞬間、僕は嫌な予感がした。その予感は的中し、田中先生はこの日うちの家庭教師を辞めさせられた。次の家庭教師も東大生で雑談を全くしない人だった。僕は高校卒業まで学年トップの成績をキープし、ストレートで東大に合格した。よくやったな小一、さすが俺たちの息子だ。本当に私たちの悲願を叶えてくれてありがとうね。最高の親孝行よ。両親の祝福の言葉にどこか違和感を感じながら、僕の大学生活は始まった。ねえねえ、君、今年一番の成績で入学した人だよね。なあ、サークルとかもう決めた？俺、サークルには入らないから。なんでだよ。首席で入学した君なら絶対モテるぜ。そんな僕にくっついておこぼれを狙っている君は心底みっともない。子供の頃からの目標だった東大へ入学した僕は正直失望していた。日本の最高学府の学生がこのレベルなのか。本当にこんな奴らが官僚や超一流企業の社員になって日本を動かしているのか。こんなクズどもと俺が同レベルに見られるなんて冗談じゃない。俺は首席で卒業してやる。大学はあくまで学問をするところじゃないか。大学3年生になると俺は生命科学を専攻していた。いわゆる食えない理系と言われる専攻だ。両親には反対されたけど、僕がやっと見つけたやりたいことだった。高一くんは研究者に向いていると思うんだが、大学院に進学する気はないかね？僕が大学院ですか？私は企業との強力なパイプがなくて就職の斡旋はできないが、大学院への推薦なら力になれるんだがね。今まで考えたこともなかったが、願ってもない話だった。俺は早速両親に相談した。うちはもうお前のために使えるお金はない。東大に入れるために貯金は使い果たしたんだ。嘘だろ。俺一人っ子だよ。貧乏学者にするためにあなたを育てたわけじゃないのよ。僕の人生なのに僕に決める権利はないのか。せっかく手に入れた東大ブランドなのよ。一流企業に就職して親孝行してくれなくちゃ困るわ。俺は教授からのせっかくの申し出を断るしかなかった。俺は両親の願い通り東大ブランドを引っ提げて超有名大企業に就職し、10年が経っていた。なあ、お前ってこいつと同じ中学出身だって知ってた？いや、知らないけど、どこかで見たような。俺、東大附属中学で先輩の二つ下だったモブナリです。兄のモブオと同じクラスだったって聞いてます。なんとモブナリはあのモブ子と付き合っていたモブオの弟だった。先輩、兄貴今度結婚するんすけど、中学の時から付き合っていたモブ山モブ子さんなんすよ。俺はそれ以上聞きたくなかった。自分より下だと思っていた男に結婚で先を越されたという事実に打ちのめされた。それよりさ、お前もうすぐ部長になるんだろ？いや、俺なんてスポーツ推薦で入った F ランク大から運よく入社できただけでまだまだっすから。大学時代にキャプテンやってただけあってリーダーシップあるもんな。よっ、最年少部長。ああ、悪い。そんなつもりじゃ。お前だってそのうちまたチャンスが来るさ。同僚は東大卒ブランドを引っ提げて入社してきた俺が業績を上げられず、窓際の平社員に甘んじていることを慰めたのだが、タバコ行ってくる。プライドの高い俺は自分より学歴の低い連中に出世を追い越されていく現実を認めるのが辛すぎて、仕事もサボりがちになっていた。また学歴と企業名に釣られたアホ女が釣れたか。仕事では使えなくなった東大ブランドも婚活ではまだ通用していた。俺はわずかな自信を取り戻すために、俺は不毛な出会いを繰り返しては後悔するという悪循環に陥っていた。ねえ高一、昇進はまだなの？人事部に聞いてくれよ。早く孫の顔が見たいわ。誰かいい人はいないの？ちょっと食事は返事しなさい。
ちょっと、あなたからも高一に何か言ってやってくださいよ。婚活に疲れていた俺はデートするたびに結婚アピールがうるさいリサという名の高卒女と結婚してやった。だがそんな結婚がうまくいくはずもなく、新婚家庭はあっという間に冷え切った。本当に好きな人ができたので別れてください。へえ、今度の相手は高卒か。いや、まさかの引率ってこともあるのかな。あなたの学歴至上主義はもうたくさんなのよ。浮気相手とお前には慰謝料を請求するからな。翌日、リサは俺の全財産と共に姿を消した。警察に被害届を出した後、両親に報告すると父は無言だったが、母はリサから俺の全財産を取り返すと息巻いて東大卒ばかりの弁護士事務所に駆け込んだ。悪いことは続くもので、妻が消えた数日後、翌日、日頃の勤務態度の悪さがたたって俺はリストラされた。あれから俺の転職活動はうまくいかず、日雇いのバイトをして食費分だけ実家に入れていた。俺どこで間違えたんだろう。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。